はい、皆さんこんにちは。タカポングルメチャンネルへようこそ。今回ご紹介させてもらうお店はダコタラスティックテープさんです。店内に入ってまいりたいと思います。どうも最後までご覧ください。それではお店レッツゴー。それでは内観の様子をご覧ください。カウンターテーブル、テーブル席とございます。店内はとても落ち着いた空間の中、美味しいバーガーをいただけます。それではメニュー表を見ていきましょう。バーガーの種類も豊富で、スイーツメニューもございます。こちらがデザートのショーケースでございます。バーガーを食べる人もいれば、別腹でスイーツを食べてテイクアウトする方もいます。こちらが厨房の様子です。美味しそうなバーガーを焼き上げております。上はチーズでバーナーで炙っておりますね。なんと二刀流です。店内は大忙しで、常に満席の状態でございました。今回は照り焼きチーズバーガーにパティ、照り焼きソース増しをしております。見てください、このボリューム感。さあどんな味がするのでしょうか。それではいただきます。かなりボリューミーなのでね、しっかり両手で持って食べないとこぼれてしまいます。すごいですよ。もうね、まずレタスがはみ出てますから、まずかぶりつくんですが、どうなることやら。なかなか中に行けないんですよね。最初もうレタスから入っちゃいました。もうそしてね、最初にお伝えしますけど、バーガー食べるときはもう豪快にかぶりつくのでね、もう口元がちょっとね、ソースでちょっと汚くなっちゃうので、ちょっとご了承くださいませ。うわ、うまっ。パティにたどり着いたみたいですけど、パティうまっ。口ソースつきすぎ、ご了承ください。パティうまっ、これやばいっす。そしてこの照り焼きソースがパティと合うこと。ほんでね、この上のね、バンズ、まあパンなんですけど、このパンがちょっとハード系でね、ちょっと硬いんですけど、これがまた絶妙にうまいんですよね。はあ。バンズの方は、パン屋さんからちょっと取り寄せれてるみたいなので、ね、そのやっぱこだわりも感じながら、うまいですね。絶妙ですよね。そしてこのポテトもね、うん、ポテトうまい。でケチャップもついてるんでね、あーうまい、いいですね。もうね、バーガーパティ1枚追加してしまったら、もう口がもう仕方ありません。ふっくんですけど、拭いたらまたソースがついちゃうんで、もうね、あ、もう途中から拭くのを諦めてしまうみたいな、なんやったらもう最初から拭かないみたいな。ちょっともうほんまにね、肉厚でね、たまらないんですよね。こちらがバーガー開店タイムでね、どんな感じになってるのかってちょっと見てもらいたいんですけどね。もうソースもこれがうまいこと。これね、見てください、このパティ
めちゃくちゃうまいんですから。この照り焼きソースの照りとこの食べてる方のねおでこの照りがまあまあ似てること、うん、まあ照り焼きソースの照りの方がもうツヤツヤなんですけど、うん、まあそんな話はどうでもいいんですけど本当にうまいということでね、うん、意外とねペロリといけちゃったんですよね。で全然胃もたれもせずに、うん、これでもねスイーツもあったんでね気になるとこでしたけど、今回はちょっと耐えましたけど、パイのねスイーツもね肉厚でめっちゃ美味しそうやったんですよね。さあここから爆速タイム。いやーもう開店12時に着いたんですけど1時間待ったんですけどもう全然待つ価値ありですね。待つのが嫌な方はオープン前、まあ15分前から30分前ですかね、その辺に来ることをお勧めいたします。めちゃくちゃ美味しかったです。完食でございます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しいバーガーでしたのでぜひ一度訪れてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。